皆さんこんにちは。小平でショートといえばリーベルの中へ、よろしくお願いいたします。今回、前回お話しした N ドットシリーズのご説明をしていきます。まず N ドットシリーズの特徴として4つあります。1つが天然由来 100% の安全性というところ、で2つ目が成分のシアバターがとても優秀で、3つ目がツヤ感とウェット感が出やすいことで、4つ目が肌にも髪の毛にも優しいというところです。で、商品が3つあって1つずつご説明していきます。ではまずナチュラルバームからご説明していきます。ナチュラルバームのいいところは、まず毛先に束感を作りやすいというところ、セット力がないのでニュアンスで動かすっていうイメージの方がいいです。もう自然な感じで作るっていう感じ、作り込みすぎない人、ナチュラルな感じに仕上げる方がいいと思います。で、あとシアバターが主成分として使われているので、ダメージの原因の一つである紫外線から守ってくれる、なんで髪の毛あんまり傷まないですね。で、オーガニックの主成分も入ってるので、なんと全身に使えるんですよ。肌だったりとか手とか、もうそのままこうつけてもらっても全然大丈夫なぐらいです。なんで手洗わなくていいんですよね。そこがバームのいいところ。どういう人に向いてるかというと、僕の中ではですけど、ショートとウルフ、あとヘアアレンジとかに使うのがすごい理想的だと思います。これナチュラルバームなんですけど、このセットのやり方なんですけど、一応中こんな感じになってるんですよ。関係ないか。で、これ結構硬くてグーってやんないと取れないんですけど、これ熱に反応して手にこうつけるじゃないですか。で、手の摩擦によって溶けるんです。なんでちょっとさっきやっただけですけど、もうこんな感じ、ピカピカについてる。この状態、指と指の間しっかり入れてもらって馴染ませてもらう。そうすると結構全身に馴染みやすいですし、持ちとかも結構いいです。次はポリッシュオイルです。ポリッシュオイルのいいところは、一日中濡れた質感を維持できることです。なんか普通のスタイリング剤とかって朝セットしてお昼ぐらいになんか乾いてパサついたりとかすると思うんですけど、ポリッシュオイルはそんなことなく濡れた質感のまま夕方以上持続します。で、あと髪の毛になじませやすいので、結構手触りとか指通りがすごいいいところ。で、スタイリング剤とかで肌に結構弱い人もいらっしゃると思うんですけど、でもこれ肌にも全然これも使えるんで、 N ドットシリーズ自体が結構肌に優しいっていうのをモットーで作ってるんで、これもなかなかいいです。ニキビができやすい人とかにもおすすめです。ついでにポリッシュオイルはこちらですね。これの僕の中でですけど、ボブとか切りっぱなしボブとか、あとセミロングとかロングの人、髪の毛長い人とかは結構おすすめですね。ついでにこれもちょっとこんな感じで、これもしっかり手になじませてもらって、指と指の間で、さっきのバームと違って結構しっとりするんですよ。手すっごいピカピカだと思うんですけど、これこういう感じのオイルでしたら、しっかり手になじませて髪の毛つけてもらうと、指通りとか濡れ感、なんか今風のツヤ感のある髪型にできますので、結構髪の長い人とかおすすめですね。あとストレートの人とかにもおすすめになっております。次はセラムですね。セラムのいいところは、髪を柔らかくして
まあもちろん濡れ感とかツヤ感とか出してくれて、持続力も高いところで、軽すぎず重すぎない滑らかな質感でサラッとした使用感になっております。他の2つと違うところは、まあ、シアバターとボタニカルエキス配合で髪をケアしながらスタイリングできるというところです。あとパーマとか巻き髪、あとヘアアレンジとかにおすすめのスタイリング剤です。こちらになりますけれども、これ手に取るとこういう感じ、それぞれ種類が違う。これ唯一クリームタイプって言っても過言じゃない。で、他の2つに比べてさらにこんな感じなんですけど、まあ分かりづらいですね。でもなんかその柔らかいですね。なんかサラサラする感じ、そんなベタつかないんで、セラムはスッキリ、バームはちょっとベッドリで、ポリッシュオイルはちょっとベタつきます。いかがだったでしょうか。めちゃめちゃ噛みましたけど、いかがだったでしょうか。もう言えない。 N ドットシリーズ種類やっぱりあるんですけど、それぞれのセット剤の効果、性能全然違うので、その人がやりたいスタイルに応じてセット剤って結構決まってくるんで、マッチングしてないといいスタイルってできないんで、そこは担当されてる美容師さんにしっかり聞いて選んでみてください。ちゃんと持ってきましたので、前借りたんで。じゃあ皆さん、またあ、いいねと思ったらいいねをチャンネル登録もよろしければお願いします。また。